ドラマを始めて1年経ちました。少しモチベーションが落ちている気がします。こんな時どうされていましたか。ツイッターを見ないっていうことはやってみてください、ぜひ。ドラム始めて1年ぐらい経った時っていうのは、多分ある程度叩けれる時だと思うんですね。で、自分ある程度叩けれるんですけど、同じように、ドラム歴1年ぐらいの人と、今のこうドラム歴1年の自分を比べてしまったりするんですよ、結構。で、そうなるとなんか自分よりもやっぱ相手の方がやっぱすごくよく見えるし、すごくかっこよく見えたりするんですよ。で、その時にあ、もう自分はなんでこんな全然ダメだったみたいなことでモチベーションが下がってしまうっていうことがあるので、自分がモチベーション下がってしまう、なんか劣等感を感じてしまう、痛くなるようなものから一旦このね目を離してもらうっていうのはいいと思うし、でそれの一番雑音になるのがやっぱりツイッターやと思うんで、まあ、ツイッターやられてるかどうかはごめんなさい、わからないんですけど、まあ、できるだけそういうちょっとドラムの情報ですかね、ドラムの情報に触れるようなところから、まあ、こう全校集会言っててなんなんですけど、一旦ちょっとね目を離すようにして、でそのままこう自分のためにというか自分の楽しみのために、練習をしてもらえるとモチベーションが回復してくるんじゃないかなと思うし、でその、まあ、自分がどれぐらいできたなとか、こんなことできるようになったな、あんなことできるようになったなって自分で実感できるのがやっぱモチベーションって、良くなっていくと思うし、で人にすごいねって言ってもらえるとやっぱモチベーションも上がっていくと思うので、だからまあそういう環境をできるだけちょっと作っていったりとかもいいと思いますし、はい、そんな感じで、まあ一旦ツイッターやられてるかどうかわからないですけど、ツイッターを見ないっていうのはやってみてください。はい。